日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島水島は岡山県倉敷市水島にある地域である。水島市所管轄域の中心市街地や工業地帯が立地する旧東高橋川川口部、廃蚊味とその南の干拓、埋め立て地からなるエリアで競技での水島にあたる。大ね倉敷市立水島中学校区に相当する。大半が住所表記上 大技に水島の名を冠している。明治から大正にかけて行われた高橋川の改修工事により、廃川となった東高橋川の川口部とその南側に生まれた干拓、埋め立て造成地からなる歴史の新しい地区である。かつての川口部にあたるエリアには、市街地、干拓、埋め立て地にあたるエリアには、水島臨海工業地帯の中核となる地区が造成されている。 また、倉敷水島産業道路及び、古城地線が地区内を縦横断し、倉敷の東西南北を結ぶ交通要衝の地でも、ある。商店街、住宅、観光庁、病院、公園、公私立幼稚園、保育園などの公共施設が多数集中。さらに町内ごとに、遊園地も設置されている。1925年に高橋川の大改修が、完了し、 それにより生まれた東高橋川の川口廃管味には広大な土地が生まれた。さらにその沖合も干拓され土地を広げていった。それらの深海地には1941年の三菱重工業の航空機の疎開工場を建設、そして1943年9月に三菱重工業航空機製作所岡山工場が建設され倉敷駅から 東高両川廃川寺を通り同工場へ至る、臨港鉄道を、敷設、さらに飛行場や、揚陸施設が造成された。1945年の再三の空襲で、工場や周辺は破壊され、工場の機能停止に陥るが、戦後に、三菱自動車工業水島危機製作所として再建され、水島工業地の草分けとなった。 また旧製作所の跡地の一部では製塩業も行われ、水島園業中企業も建設された。三菱中工業の建設により、周辺の川口廃管地には、福利厚生施設などの企業関連施設も作られ、厚生地帯とも称され、近隣には従業員を客層とした商店も立地するようになり、宅地も増加していく。1946年から、 岡山県が主導し、津良島、福田、本城、乙島の海岸、沖合一帯を干拓する大事業が開始され、広大な陸地を造成した。一部では広域にわたって海底の土砂を掘り上げたので、大型船舶が自由に出入りする大規模な港湾も建設された。干拓地はほぼ全面的に工業用地として払い下げ、 1953年頃から有力企業が進出し始め、1955年より推進された工場誘致活動により、企業が進出し、日本有数の工業地帯へと変貌した。その後も、干拓、埋め立ては引き続き徐々に行われ、区域を広げた。水島港は、元は百四十一年の段階で建設が開始されていたが、空襲や、 廃線の影響で中止となっていたものが、1948年に再度事業が開始されて完成したものである。1953年1957年の2回に渡り拡張工事が行われ、1960年には玉島港を併合し水島港の玉島地区とし、さらに重要港湾としての指定を受ける。 1967年には大型化の改良工事が完了、岡山県下最大の港湾となった。鉄鋼、輸送機械、化学薬品などをアジアアメリカフランスベルギーなどを輸出、原油、鉄鋼石、石炭、米、豆などを西アジア、南北アメリカアフリカオーストラリアなどから輸入している。また、川口ハイカワチは、 三菱重工業進出時の関連施設や、それに合わせて立地した商店や宅地などがあったが、戦後になるとそれらを基盤にして、本格的に、市街地として計画的に街路が整備されるなどして、発展し、宅地化、市街化が進行した。水島工業地帯の発展とともに人口が急激に増加、商店街も形成され百貨店や、大型スーパーマーケットなども進出して、 活況を呈した。工場の集積に伴い、大気や水質の汚染をはじめとする環境汚染が進行。周辺では多数の公害病患者が発生、また海洋汚染による漁業の衰退などが長年にわたり、問題となった。当地の名称の由来は、水島灘である。戦時中、東高橋川、川口廃川寺及び、干拓、埋め立て地に、 ガス会社が設立された際、水島ガスと社名を定めた。これは、当時の横溝光清華山形知事が、将来的に新開地が開発されると、周辺の地域名称が必要であることを考慮し、三宅千秋岡山県議会議員に、地名選考を依頼し、同議員が福田出身で、蔵島在住の画家、三宅アリポート協議し、新開地の元となった、 旧東高橋川が水島灘に注ぎ、また水島灘を干拓、埋め立てした地であることから水島の名を選定した。そしてその川切りとして、また名称に対する世間の評判を試すためにガス会社の社名として使用した。これに続く形で、福田、蔵島領長の商工業者が新海地に立地する三菱航空機製作所に物資供給を目的とする。 商業組合を組織し、同じく、三宅議員に、名称選定を依頼した。三宅議員は、当時の岡山県の山口経済部長と協議し、前例に習い、水島商業組合と名称を定めた。さらに、1943年には当地に立地していた、三菱重工業航空機製作所岡山工場が、同水島工場へ解消、次第に関連施設や、 関連企業にも水島の名が冠せられるようになる。その後、郵便局など周辺の施設、商店、事業所等にも水島の名を冠したものが増加し、いつしか深海地一帯の地域通称として水島と呼ばれるようになり、さらには工業地帯も同名称で呼ばれるようになったことで、より広範囲の人々に水島の名称が知られるようになった。戦後、 1951年に旧津良島町内で区画整理事業が行われ、水島の名が住所表記として採用され、大技の一部その名を冠した。施設名や地域通称であった水島の名が初めて行政上正式な地名となった。その後、1953年に福田、津良島領町が旧倉敷市に編入すると、福田側にも水島を冠した。 住所表記がなされた。新倉式市保即から現在までの間に数度の地名変更が行われ現在に至っている。その過程で市役所の水島支所が設置され、その管轄地域を抗義の水島と呼ぶようになった。水島灘の名称の由来は2説ある。現在の多摩島南部にある山海で元当初の柏島、あるいはその東側の音島、もしくは 両方一体を指して古くは水島と呼んでいた。周辺を水島の海、海峡部を水島の瀬戸と呼んだ。これに由来するのが一つ目の説。原平の水島合戦はこの意味である。一方、もう一つは現在の高橋川川口沖にある水島群島に由来する説である。この群島の浄水島には古くから山伏の伝承がある。 水島群島は現在水島地内に属するが、前述の通り水島の地名の由来としての直接的な由来ではない。大技、町長に関された、水島の名は省略する。川口廃川寺愛大町、東川町、東小吹町、西小吹町、東弥生町、西弥生町,町,町,町、東栄町、西栄町、東時和町、西時和町。 東千鳥町、西千鳥町、北緑町、南緑町、北水穂町、南水穂町、北かす町、南かす町、北幸町、南幸よあい町、青葉町、高砂町が該当する。福祉深海、高砂深海北亀島町、南亀島町、明神町及び高砂町の一部にあたる。工術の水島工業地帯、DA 地区の北設置で、 上記中心市街地の南西隣となる。工業地帯の一部にも含むこともある。明治末期から大正初期にかけて造成された干拓地で北亀島町、南亀島町の区域は、元は福祉深海、明神町の区域は高砂深海と称された。宅地や商店、工場地帯関連企業が多く立地し、市街地の生産部とされるが、一部に工場や 関連施設も立地しているため、工業地帯の一部とされることもある。福崎深海福崎町、海岸通り1から5丁目、中通り1から4丁目からなり、水島工業地帯へ地区にあたる。明治末期から大正初期にかけての干拓地で、元は福崎深海と呼ばれた。かつての旧東高橋川川口と海域の境にあたる。福崎町は、 水島港の中枢地である。海岸通り1から3丁目、中通り1から3丁目にかけての一帯に、かつて三菱重工業航空機製作所が立地した。海岸通り3から4丁目、中通り4丁目あたりにかけては、かつて飛行場があった。高橋川深海、新木埋め立て地川崎通り、西通り1から2丁目からなり、水島工業地帯で地区にあたる。 現在も一部埋め立てによる造成が行われる。福田深海大技に、水島を監査内地区で、水島工業地帯 B 地区にあたる。牛尾通り1から3丁目からなる。事業所の立地の関係で、松江に4丁目や南保4丁目も含むことがある。住所表記に、水島を含まないのは、当地が福田地区にも含まれることも多いためである。2012年9月末現在。 全域が水島郵便局管区となる。住所表記の水島を略する東川町、北緑町、南緑町、北かすが町、南かすが町、北幸町、南幸町、北水保町、南水保町は水島小学校区。東時和町、西時和町、東千鳥町,千鳥町、西千鳥町、福崎町、青葉町、高砂町、明神町、 南亀島町、北亀島町、海岸通り1から5丁目、中通り1から4丁目、西通り1から2丁目は、第5福田小学校区。あよい町、東小とぶき町、西小とぶき町、東あよい町、西あよい町、東栄町、西栄町,町,町は、第4福田小学校区。牛尾通り1から3丁目は、第1福田小学校区となる。全域が、 水島中学校区となる。ただし塩通り1から3丁目のみは、福田南中学校区となる。前日の通り、ほぼすべてが、廃川地、干拓地、埋め立て地であるため、当地全域にわたって平地部である。当地西部の貫島地区との境界に亀島山という丘があるが、亀島山自体は、貫島に属する。また、当地東部の福田地区との境界には、 大島山という丘があるが、これも同様に福田地区に属している。また、水島沖合には上水島、下水島やジロ諸島などの当所があるが、いずれも住所表記上は水島川崎通りであり、当地区の一部という扱いである。前日の通り、水島臨海工業地帯の中枢を占め、関連企業も多いことから工業が当地の主産業である。また、 市街地を形成しており、商業も盛んであり、商店街や観楽街も形成されている。しかし、近年の公害化や不況の影響により、商店街、観楽街は徐々に衰退傾向である。なお、農地はほとんど見られない。住所表記の水島は略する。ありがとうございます。